皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。ガイアの夜明け、郊外が激変、新ロードサイド物語ということで、コロナ禍で在宅ワークが進んで、郊外が、特に今、国道16号線沿いが今、栄えてますよという特集の中の一つとしてですね、ステーキ兼経営破綻のその後という話が出てきたので、これ非常に興味深い話なので、番組の内容を簡単に紹介をしていきたいと思います。ステーキの件、うっすらと覚えている方もいるかもしれませんけれども、2006年、1号店をオープンして、わずか6年で238店舗と急成長したと、ステーキ&ハンバーグ&サラダバー兼ということで、食べ放題ですごい安い値段でロードサイドに次々と出店していったと。で、リーマンショックがあった中とかですね、どんどんロードサイトのファミレスとかが閉店している中、それをそのまま居抜きで借りて、どん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 店を出して、もう時代の寵児としてもてはやされたんですけれども、その後ですね、競合が出てきたり、環境が変わったりして、どん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 ステーキ店は閉店していってですね、なんと2020年に経営破綻をしていたということなんです。ああ、そうなんだけもてはやされてもやっぱ厳しいんだなと。で、そのステーキ店を経営していた井戸実さんという方も経営者として、これ、会社だけではなくて自己破産をしていると。で、その方が登場してですね、今何をやってるのかというと、飲食店の裏方としてフランチャイズ支援をしていると。そのステーキ店は経営破綻してしまいましたけれども、それまで培ってきた、ノウハウとか、そのネットワークとかを利用して、今展開している飲食店で、こういうふうにやったらフランチャイズをうまく支援できますよとか、ロードサイドここいいんじゃないですかみたいなことを支援していると。そんな中ですね、一つの事例として、肉野菜炒め専門店、ベジローさんというところがありまして、そのベジローさんが、都内にしか出てないけれども、これロードサイト絶対やった方がいいよということで、ロードサイト店に出して、初日大成功みたいな物語なんです。とにかくですね、このあれだけすごいブームになった外食店も、あっという間に閉店して、しかも自己破産で経営破綻してしまうんだなっていう、本当に外食って難しいな。その流行り廃りがすごいですよね。あと、競合もすごいですし、価格競争も厳しいですし、みたいなところが一つと、あとは今、裏方として頑張っているっていうのは非常に素晴らしいなと、またね、何か自分でチェーンをやるんじゃなくて、あくまで裏方としてやるっていうのは非常に賢いかなと。ただ、ベジローのロードサイド店はどうなんだみたいなところはありますよね。肉野菜炒めなんですよ。いや、だから、肉野菜炒めですっげえボリュームありますみたいなものって、もちろん、ロードサイドこれから場所にもよると思うので、成功するところもあるとは思うんですけど、いや、やっぱりなんか、会社帰りのサラリーマンとか学生とか、家族連れでみんなで超たんまりの肉野菜食べるぞみたいなことはあんまりないと思うので、ロードサイドどうなるんで、しかも、なんていうか、こういう番組の良くないところは、オープン初日で取材終わっちゃうんですよ。オープンなんて入るに決まってんじゃないですか。カンブリア宮殿だったかな、ガイアの夜明けだったかな、やっぱりその新しい業態、今までうまくいかなかった店を新しくしました。オープンすっげえ入りました。でも1ヶ月後、もう全然入らなくなりました。そこまでやってっていうことで、1ヶ月後もまだ入ってますっていうところまで特集しないと、このオープンで行列するのは当たり前で、その後続くのか問題っていうのはあると思うので、そこまで追ってほしいなと思いましたけれども、ただね、このベジローさん自体は非常にいいと思うので、ロードサイドに向いてるのかどうかともかく、いや、なんかこういう形でね、いろんなものをこううまく再生していく、広げていくっていうのは素晴らしいお仕事なんじゃないかなと思いまして、それにしてもステーキ店がそんな風になっていて、今はこんな風なことをやってるのかということで、非常に興味深い番組だったので、ガイアの夜明けね、ぜひ見逃し配信とかで見れる方は見ていただけるといいんじゃないかなと思います。